東武伊香保機動線。伊香保機動線は、かつて、群馬県前橋市の前橋駅前、同県高崎市の高崎駅前から同県渋川市を、経て、同県北群馬郡伊香保町、現、渋川市の伊香保までを結んでいた東鉄道運営の、路面電車の一つである。前橋駅前渋川駅前間の前橋線、高崎駅前渋川新町間の高崎線。 渋川駅前伊香保間の伊香保線の三路線からなり、渋川新町を中心に、前橋、高崎、伊香保の三方目見え伸びていた。明治時代に馬車鉄道として開業し、その後東京電灯を経て1927年、昭和2年に東武鉄道の路線となる。三路線のうち最後まで残った伊香保線は路面電車としては、 スイッチバック式の対比線が多くあるなど、屈指の登山電車として知られていたが、1956年、昭和31年に、バスに代替されて、全された。前橋線は1890年、明治23年に、高下馬車鉄道、高崎線は1893年、明治26年、群馬馬車鉄道といずれも、馬車鉄道として開業した。高馬車鉄道は、 乗り合い馬車と乗客を奪い合い苦戦していたが、前橋馬車鉄道に、社名変更後1910年、明治43年に、前橋電気軌道と、社名変更した上で、電気軌道に転換した。群馬馬車鉄道は、同年に、自社社長の須藤誠七が社長を務める、同系資本で、事業拡大を進めていた高崎水力電機に、合併されて、電気軌道に転換している。 伊カホ線は、伊カホの有志一同の出身により地元有力者の小暮竹下優を社長として、東京資本の工芸電気軌道、未成が保有していた渋川伊カ保間の特許を1909年、明治42年に譲り受けて、翌年に、伊カホ電気軌道として、開業、自社路線の起点を、前橋電気軌道の起点の渋川新町に設けて、接続した。三路線とも1910年、 明治43年の一府14県、産業共進会、産業見本市開催に合わせの電気軌道転換、もしくは新規開業であった。これら3路線は、渋川を中心に、前橋、高崎、伊香保を結び、設備、車両ともに完全に、路面電車規格ではあるが、総延長距離は、約48キロメートルにも上り、地方都市を結ぶ日本のインターバン、 都市間連絡電気鉄道的性格をを持持つつ。路線として、屈指の長さを持つ前橋電気軌道は電化開業後に借入金が加算で慢性化した経営難に苦しみ、1912年、大正元年とね発電に合併されて1914年、大正3年から高崎水力電気の伊香保まで直通運転を開始していた。高崎水力電気は1911年、 明治44年終点を渋川長塚町から下の町に延伸開業し、伊カ保電気軌道の終点伊カ保まで直通運転を開始した。1913年、大正2年、高崎水力電気が資金面の問題で自前の給電設備を保有できなかった伊カ保電気軌道を合併する。1917年、大正6年には、 渋川長塚町から下の町間を廃止した上で、都根駅の廃線跡を利用した渋川長塚町、渋川、渋川新町間を開業して、高崎方面の起点を下の町から新町に変更し、高崎、渋川、渋川新町以下保の連絡を完成させた。同時に当初から渋川新町を起点にしていた前橋方面への軌道線との接続も実現させている。 電化以前から渋川へのルートをめぐって、ライバル関係にあった前橋方面、高崎方面の軌道事業に、型の電力事業の競争が加わり加熱する中で、他事業者の軌道線も、トネ軌道が1911年、明治44年に、渋川沼田間が開通した、馬車鉄道を1918年、大正7年に減化し、渋川新町の、伊香保軌道線停留所付近に設置したループ船に、 乗り入れて、沼田へ連絡を開始した。さらに1912年、明治45年から、都内軌道の渋川まで乗り入れていたあずま温泉馬車、軌道、913年、大正2年に、あずま軌道に、社名変更が1920年、大正9年から、都内軌道の渋川に、電化の上で乗り入れを再開して、渋川新町を中心に、前橋、高崎、伊香保、沼田、 中野城と五方面への道が集合した大ターミナルが形成され、地域交通の中心となった。トネ発電と高崎水力電機は、双方ともに1921年、大正10年東京電灯に買収されて、長年続いた競争に終止符を打ち、1927年、昭和2年に、東武鉄道は、東京電灯が保有する。 機動線線、線、ののから前線高崎伊伊保保を買収し、し同社の機動線とした。東京電灯は関東地方の電力会社の買収を進めており、それら電力会社が経営していた電気機動事業を持て余した状態だった。東武鉄道社長の根津海一郎は東京電灯の相談役を務めており、当時東武鉄道は群馬県方面にへ、 伊勢崎線や東上線の延長計画を持ち、高崎、渋川周辺の交通関係の権益取得を目指していた。伊香保機動線の買収は、双方の利害が一致した結果と言える。しかし、1921年に、鉄道省上越南線、現在の上越線新前橋渋川間が、開通して、以降、地域交通の大動脈の座は商船に移り、 翌1922年、大正11年伊カ保線の起点を新町から渋川駅前に移りて、高崎、前橋からの伊カ保直通運転も中止された。東京電灯沼田線、旧、利根軌道が上越南線の沼田開通と同時に営業を休止し、翌年廃止する。東軌道は、軌道事業を保有する、電力会社の相次ぐ合併で所属先を転々と、 しながら、東京電灯沼田線の路線跡を利用して、新町に乗り入れるが1927年、昭和2年に経路を、渋川駅前直行に変更。翌年に、東京電灯に合併されて、同社の阿賀津線となるが1933年、昭和8年営業を休止し、翌年廃止された。その頃から、沿線地域の道路整備が進捗して、乗り合い自動車、 路線バスが台頭し始めた事業者の軌動線の撤退による影響も相まって都市間連絡の役割を現時対カホ軌動線は市内の交通機関としての役割とイカホ方面の観光輸送で生き延びていくことになる。東武鉄道は1929年昭和4年日光線を東武日光まで全通させ、同年には後に同社の鬼怒川線になる。 下津電気鉄道と接続しており、日光、絹川方面に資本を集中投入していた。結果として、伊勢崎線、東上線の延長計画は棚上げになり、渋川、高崎、伊香保地区は取り残された。同地域の交通の権益を主中にしていた東武鉄道ではあったが、当面は東京方面からの自社路線と接続できる。 見込みのなくなったエカホ機動船を開業する意思はなく、買収時から営業廃止まで一貫して、開業時からの運行形態ほぼそのままの時代離れし、機動船の姿が残ったゆえんである。同じ東武鉄道の機動船でも日光機動船が、明治期の開業以来、基幹産業である、日光製造所の貨物輸送を担い、戦後は観光ブームも、 相まって、設備更新を積極に実施したのと対照的に、伊香保機動線は、東武鉄道による、買収後順前たる新車の投入は、一切なく、創業期からの木造車の更新改造で当座を、しのいだ。高崎線のレールの交換も戦後に、レールの摩耗で、脱線事故が頻発する様になって、ようやく実施する始末で、設備投資は輸送力を維持できる最小限のレベルに、 終始し、実質的にはほぼ放置に近い状態であった。1935年、昭和10年頃に、乗り合い自動車、路線バスへの転換を前提に廃止が決定され、準備に入ったが、1937年、昭和12年日中戦争が開戦する。物資と燃料不足が予見され輸送力確保の必要に、迫られたために撤去計画を白紙撤回し、 輸送需要を一手に担って、地域交通の主役に返り咲いた。第二次世界大戦中は、軍需工場への通勤輸送で繁忙を極め、戦中から戦後にかけて老朽化かつ酷使されて、著しく疲弊した車両や設備を使用して、運行を継続する。終戦から数年を経て、次第に物資不足や燃料不足が解消してくると、復活した路線バスが続々と、 最新型の車両を投入して、路線網を拡充していった。輸送力、所要時間、設備すべてに見劣りする、旧式化した、機動線は、存在意義を喪失してしまった。設備の老朽化に加える遺跡赤字も抱え、前橋市と高崎市、群馬県交通協会から、道路整備を理由に撤去を求められ、まず1953年、 昭和28年高崎線が廃止された。前橋線も同年に路線を短縮した後、翌1954年、昭和29年に廃止される。全線 12.6km のうち、伊香保元宿間 10.0km 余りが、専用軌道で、道路整備の影響が少ない伊香保線も、設備の老朽化と累積赤字により1956年、 昭和31年に廃止された。廃線後、路線は東部バスに代替され、その後同社バス路線の撤退により、地域のバス路線は2012年、平成24年現在関越交通バスや日本中央バスに引き継がれている。全線単線で電話による通信指令式で、スタッフ閉塞に表券閉塞式を併用して運転し、他客時は2台以上の電車が、 閉塞区間内を続けて進行する続行運転を実施した。続行標識は運転台の正面総外に提示し、続行開始標識、円形で黄色地に赤色で縁取りしたものと続行終了標識、長方形で白色地に黒い円が中央に描いてあるものの2種類があった。高崎線、前橋線では、 多客時伝送を解除した電車を、不随客車に代用して牽引することもあったが、急勾配が連続する、伊香保線は、保安上の問題から、不随客車を連結せず続行運転で対処した。電動貨車で、貨物輸送、小手荷物輸送、郵便輸送も行い、昭和初期までは、不随貨車も使用した。鉄道省ウェイズ南線が開通、道路整備の進捗で、 トラックが普及し始めると機動線の貨物輸送は勝つの、場を次第に奪われ以降は手荷物、郵便輸送が中心となる。電動貨車は工事など事業用にも使用し、イカホ線の廃止後、設備の撤去工事にこの電動貨車が用いられた。電気方式は当初直流 550V で後に 600V に変更、中止1本の架線に、プラス、レールに引く。 マイナスを流す架空単線式で都市部で採用された2本の河川それぞれにマイナスを流す架空複線式は用いなかった。伊香保線以外は大半が平洋軌道で市街地中心部の軌道時期は敷石で舗装したがた大半は土砂を突き固めて舗装していた。前橋市は高崎市同様旧市街地中心部は道幅が狭かったが1945年。 昭和20年戦災で消失し、復興事業で克服した。市街地中心部を抜けしばらく行くと万堂橋で、利根川を渡り、国鉄上越線を専用軌道で下をくぐり渋川新町に到着する。運転間隔は約30分ごとで前橋駅前から渋川新町まで45分を要した。三路線中唯一戦災により運休を実施し、1945年。 昭和20年7月に岩上に引き込み線を設けて前橋駅前車庫を疎開させた。同年8月5日の前橋空襲以降、前橋駅前へは戦後復興による道路拡幅が進捗するまで約2年間復旧せず、駅建物の一部が離災するも損害が軽微であった岩上を起点として運行した。運休区間の運行再開から約6年後の1953年。 昭和28年、地元からの要請で、前橋駅前伊大前館の営業を休止して、駅前通りから軌道を撤去する。翌年の路線廃止までは、萩町に車庫を設置して、伊大前を起点として運行した。高崎駅前から、道幅が狭い中心市街地を直角カーブを、繰り返して通り抜け、新町交番前と本町三丁目の交差点は、半径12メートルの急カーブだった。 国鉄新越本線を築堤と鉄橋を設けて、専用軌道で乗り越え、この築堤を、地元では、電車山と呼んでいた。車庫のある飯塚から、市街地を外れるとまっすぐに進み、ほぼ中間の金子、電車留置線があった大杉跡は、渋川新町まで一直線である。運転間隔はほぼ1時間おきで渋川まで75分を、要し、高崎から渋川へ直行するには、 上越線があるので前線車する乗客は少なかった。金子渋川新町間は1949年、昭和24年頃まで摩耗したステップレールが敷かれたままで浅くなったレールの段差に合わせて車輪のフランジを低く削った金渋川新町間専用の電車を用意して対処し高崎方面の利用客は金子で乗り換えた。低い車輪フランジのため脱線事故が頻発したが 乗務員、乗客とも慣れており協力して復旧させて何も、なかったように運転を継続した。通常であればこうなる前に、レール交換だが安上がりな方法でその場しのぎをした。わけで、伊カ保機動線が見限られていた証拠である。なお、野良犬という珍しい名前の停留所があった。三両線のうち最後まで残った、伊カ保線は、標高173メートルの渋川駅前から、 標高697メートルのイカホエ、前線の平均勾配41.8パーミル、パーミル最急勾配57.1パーミルのルートを、渋川市街地を抜けてから87カ所の急カーブを、切りながら上り下りした。山の下り方向には、行き止まりで上り、勾配をつけた安全側線を兼ねる、対比線が、元宿、六本松、大日向両所、水卓の4カ所あり、 山を降りる電車はここに入線して登ってくる電車を待機し、対向する電車が通過した後交代して本線に戻るスイッチバック式を採用した。安全側線でもあるので、ポイントは常に分岐側に開通していた。待機がない場合、乗務員がポイントを操作して通過する。また、伊カ保線は地形的に上り坂となる、伊カ保方面へは、主電動機、 走行用モーターの動力で走行していたが、坂を下る渋川方向については、停車状態から起動すると、すぐ電車のトロリーイールを河川から外し、あとは、下り坂の打性とブレーキの制御だけで、渋川の市街地付近まで下っていた。日本の路面電車で急勾配がある路線は多数存在するが、急カーブと急勾配の組み合わせが延々と続くのは、珍しい。渋川市街地が、 わずかに平用軌道で元宿から伊香保が急勾配の専用軌道を国鉄の上りと折り台屋に合わせるので運転間隔は不均等で渋川新町から伊香保まで45分を要した。1950年代のもの、印は行き違い可能停留所、飯塚、岩上、伊香保、渋川新町は停留所ではなく駅。 名称はいずれかの廃止時点のもの、すべて木造を四輪単車で1910年、明治43年を筆頭に1926年、大正15年生まで、天野工場、実製作所、庭製作所、東京ガス電気工業で製造された。東京電灯に合併後は、車両番号が重複するのを避けるために、前橋線所属車両の改版を実施したが、高崎線、 伊カ保線所属車両は従前の番号を継続使用した。1934年、昭和9年の時点で1から17、21から23、32、付随車1、2が高崎線もしくは、伊カ保線、18から20、24から31が前橋線所属であった。1から19と付随車1、2が旧高崎水力電機、21? 23から31が、キュートネ発電所属、20、22は、番号の振り替えがあった。東武鉄道による合併後に、電動客車は、デハ、付随客車は、サハの称号を採用し、車両番号と合わせて使用した。主管制御機はすべて直接制御機である。ハンドブレーキを常用し、軽音機は、フートゴングを使用、車両前後にピンリンク式連結機を装備する。 電装解除した電動車は、付随客車として使用した。終電装置は、屋根中央にトロリーポールを一気のミ装備、電車の折り返しでは、反対方向に回して使用した。運転台下の救助網は取り外し式で、これも折り返しで反対側に取り付けた。前照灯、全部標識も取り外し式で夜間の運転時に、運転台正面中央に取り付け、 電源コードを下へ伸ばし運転台床下のコンセントに差し込んで使用した。尾頭、後部標識は装備しておらず、反射機のみの装備だった。東武鉄道によると、車両寸法は、長さ 8082mm 幅 1982mm、高さ 3145mm だが、種車が異なる上に度重なる更新改造によ、各車寸法にばらつきがある。 1953年、昭和28年現在で34両の電動客車、デハ1から34、4両の付随客車、サハ1の4が稼働可能だったが、高崎線の廃止で11両、前橋線の廃止で14両が余剰廃車され、ダブルルーフ、二重屋根のグループは淘汰された。伊カ保線に最後まで残ったのは更新改造の新しいシングルルーフのハに、 11、13、15、17、21、23、27、28、30、31、33、34の計13両。元々の配属路線に関係なく集中投入された。1926年、大正15年の時点で、有害電動貨車が1両、無害電動貨車が6両、有害不随貨車が2両。 無害不随化車は14両の合計23両が在籍していた。東武鉄道による合併後に、有害電動化車は、では、無害電動化車は、でと、有害不随化車は、は、無害不随化車は、との称号を採用し、車両番号と合わせて使用した。貨物輸送の減少で徐々に急廃車され、1940年、昭和15年には、 全貨車の合計8両まで減車した。付随貨車は昭和10年代頃まで使用したが、以降の貨物輸送はほぼ電動貨車のみで賄いた。なお、日光軌道、後の東武鉄道日光軌道線から転入した、デト47は1943年、昭和18年生で当選の全電動車の中で一番新しく、片側にのみ運転室がついており、側面から見ると、 L 型の車体だが、その他の電動貨車は全て運転台、2台ともに屋根が全くないオープンカーである。1953年、昭和28年現在で3両の電動貨車、デト4、デト9、デト47のみが稼働可能で、デト37は10と4、16、18、19、21は放置状態で使用不能だった。 イカホ線の営業廃止後、レールや駅、車庫の備品等の撤去のためデト4とデト9が使用され、これをもってイカホ機動線全線の運行が終了した。急勾配を走行するので、非常用として1910年、明治43年の開通当初から、ウェスティングハウス製電磁吸着ブレーキを装備している。電磁吸着ブレーキの装備は1919 19年。 大正8年開通の小田原電気、鉄道鉄道線よりも早く、日本で最初である。当初、伊香保電気軌道生え抜きの3両のみの装備だったが、高崎水力電気が、伊香保に軌道直通運転用に2両追加して用意、トネ発電も2両用意して、伊香保直通を開始し、東京電灯合併後に、伊香保線に使用する他の車両にも装備した。 主管制御機を発電ブレーキに投入して、主電動機、走行用モーターを発電機として使用し、発生した電流を台車中央に取り付けた電磁石に通電し発生した磁力で、中鉄製のブレーキ周ーレールに吸着させて摩擦力で強力なブレーキ力を得る。機器の動作そのものには、河川電圧やバッテリーなどの外部電源を使用しないので、下り勾配でトロリーポールを下げて、 無電状態で銃で走行する運用をしていた、イカホ線にはマッチングが良いシステムではある。発電ブレーキと電磁吸着ブレーキ、さらに電磁石にブレーキのテコが引かれてセーリンゴが車輪を締め付ける策が同時に働くのでその制動力は強力で、当時の技術者は、勾配線で速度を上げて実験した時に、レールから火花が出て車両は2から3尺。 およそ60から90センチメートル進んで止まったと語っている。速度が低いと、主電動機の発電量が低いので、ブレーキ力も低下してしまう欠点があり、当然ながら停車中は作用しない。他のブレーキが完全に故障してしまった場合、ノーブレーキになってまうわけで、このままでは、非常ブレーキとしては、中途半端である。河川電圧あるいはバッテリー等の補助電源を、 併用すればこうした欠点はカバーできるが、イカ保専用車両が電磁吸着、ブレー用に補助電源を併用できる装備を搭載していたか否かは不明である。急行培用の国鉄 EF63 型電気、機関車は電磁吸着ブレーキを装備するが、長時間の停電時を考慮して、大容量の鉛蓄電池電を使用している。イカ線車両の電磁吸着ブレーキは、 あくまで非常用のブレーキであって、常用ブレーキは、ハンドブレーキのみで、速度抑制用の常用可能な発電ブレーキはおろか、エアブレーキすら装備してらず、製造された時代が時代なので仕方がないとは、いえ今日から見れば安全性に問題があった。巻き上げた、ハンドブレーキのチェーンが破断する故障が原因で1920年、大正9年4月12日本松付近で乗客7名が、死亡。 重軽傷45名、乗務員2名も死傷する脱線転覆事故が発生している。創業期の車両は各車すべてベスティビュール、運転台の前面窓付き、車体側面の倉庫部分も絞り込みがなく、ストレートで当時、東京や大阪でも馬車鉄道の客車のデザインを出し切れず、車体側面の裾を絞ったベスティビュールなしの車両が多数走っていた中では、 先進的でスマートな部類だった。走り込んで経年劣化が進んだ車両は更新改造をして使用した。車体は骨組みまで全て木製なので古くなると接合部が緩み歪みあそりねじれが生じてくる。程度が軽ければ部分修理だが重症ならば完全分解して車体締め替えと称する大修理を実施した。内容は 旧車体からは屋根程度しか使用せず、他すべてを新生部材に交換して、下回りや伝送品組み合わせるというもので、一連の作業は地元の大工二人と整備員一人で、車両一両の工期は40日程度である。車両メーカーではなく、大工による製作で、多分に現場処理でもあり、更新を重ねるにつれて、次第に原型を失い、 機能優先で製作が容易な直線的なフォルムに変わっていった。合わせて老朽化した電送品も交換し、運転台左右の入り口外側に吊り下げ式、ドア、ハ11など二重引き戸になった車両もありを取り付けて、曲がったトロリーポールを逆に曲げ直して完成。車体下半分を鉄板張りにした車両も存在する。で刃十一のみは東武鉄道の浅草工場で、 大英車両によりサンプル的に更新されたが、この一両にとどまった。一連の更新改造は昭和に入った頃から、数両ずつ施行されたが、戦争で、資材や人手が不足し、中断を余儀なくされた。軍事輸送で酷使された車両は、車体、危機とも劣悪な状態で、車体は弓なりに反り、機械部分のボルトの増し締めや中油で当座をしのいでた。運転台部分が垂れ下がってしまい、 救助網が地面に引きすられるので無理やり上にねじ曲げて走っていた車両もある。1948年昭和23年から更新改造を再開し高崎線の廃止の頃まで続いた。最終期に改造された車両は屋根もダブルルーフを廃止シングルの張り上げ屋根に作り変えた。デハ11を含むシングルルーフのグループは名目上は更新改造だが 元の車体の部材の使用はほぼゼロで、実質的には部品流用の心臓車体である。各車両とも創業期からの生き残りだが、蒸気の理由で最終的に原型そのままの車体は、電動化車を除き一両も存在しなかった。当初は以下の組み合わせであった。旅客用の電動客車は、高崎水力電気と以下保電気軌道は、搭載機器をアメリカ製。 前橋電気軌道はイギリス製で揃えていた。老朽化した電装品は車体更新の際に順次交換され、車体と台車の組み合わせは元通りとは限らず、振り替えも実施された。各車両とも元々の配属路線に関わらず、蒸気の仕様に統一されていた。1940年、昭和15年に江ノ島電気鉄道、 現在の江ノ島電鉄から4両購入している。軍事輸送による車両不足を緩和するための増備で当線の電動客車としては唯一た路線からの転入出る。戦争末期、日光軌道から電動貨車2両と付随貨車1両、デト37、デト47と77が転入した。廃止間近にはデト47のみが稼働状態だったが、戦後は 電動貨車の出番が減少し、運転台が片側にしかないので、使い勝手が悪くあまり使用されていなかった。同じ東京電灯の他路線への転籍で、他事業者への譲渡ではないが、1923年、大正12年に、前橋線の21、23、いずれも初代が、同社の江ノ島線に転籍している。廃線後、 草軽電気鉄道に三両分の車体のみが譲渡され、ボギー台車を装備して、同線の付随客車保波1から12号車になった。その他、数台分の車体が譲渡されたが車両として再起、したのは上三両である。あとは、待合室や倉庫などに転用されたが、廃線からかなりの年月が経過し、群馬県内で、個人所有の出波27、状態は良好だが、台車、 引き狩りなしが唯一の現存車体となっている。その後、伊香保温泉再生事業の一環として、かつて軌道が通っていた温泉の入り口付近を公園として整備して2014年春に完成させ、それに合わせてこの車体を公園内で展示保存することには別途入手した豊橋鉄道も、破300型も、 火301の台車や横浜市電の機器類も使用して、埼玉県久喜市の工場で復元工事を実施した。2014年1月25日には、イカホでの展示保存に先立つ形で、渋川市内のネーブルスクエアにて特別展示会、お帰りなさい。ちん電車が開催され、同年4月30日には完成した峠の公園で、 阿久津ただしし渋川市長らが参列して、春公式が行われ、一般公開が開始された。なお、この公開保存では、期日限定で社内の公開も行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。